はい、どうも、岡です。智也です。ということで、今回は、第5節、ガンバ大阪戦の予想していきたいと思います。まあ、まず、スタメンの方からの予想なんですけれども、今回のスタメンの予想はですね、前回と変わらずで、前回の、試合のスタメンと変わらないんですけれども、まあ、キーパークソンユー選手の、ディフェンスラインも変わらず、田中俊太選手、大八先生、福森選手ということで、中盤なんですけれども、ボランチに宮澤選手と荒野選手、右サイド金子選手、左サイド菅川選手で、シャドウの部分なんですけれども、浅野選手と小柏選手で、最後トップのところに、小林勇輝選手ということで、今回予想していきたいと思います。はい、ということでもう結果の方の予想に行きたいと思うんですけれども、まあ今回の予想は、2対1、コンサドーレ勝利します。なるほど、2対1。いやーちょっと変えたいな。無理だ。一度言ったのはもう無理だよ。アウェイっていいんだよね。アウェイ戦で2対1コンサ勝利。いいんですね。うん、2対1、はい、コンサ勝利ということで。まあ、コンサ調子上がってきてて、ガンバがちょっと調子が上がってないということで、勝ち切ってくれるということを信じて、今回予想していきたいと思います。僕は1対1の引き分けでお願いします。で、その理由はですね、まずガンバ戦、札幌から見た対ガンバの対戦成績ということで今見てるんですけど、通算で言うと7勝5分け16敗。うん、最近勝ってるなんかイメージ。あ、じゃあ7勝5分け16敗。まあ、ただ直近で言うと、直近5試合だと2勝1分け2敗。五分なんだ。はい、五分五分です。で、本社から見たガンバのアウェイ戦は2勝3分け10敗。2勝3分け10敗なんだけど、2021年の第31節のアウェイ戦は 5-1 で勝ってる。ああ、なんか対象したあれあったもん。そう、だから結構五分五分。なんだけど、アウェイ戦の本社の得点が 1.0 なの。なるほどね。1点は、まあ、決めてる計算にはなるんだけど、失点が 2.20。割と決められてるっていうあれなんですよ。ほぼ失点してる、やっぱ1点は。でも調子は上がってきてる本差だから 1-1 の引き分け。なるほどね。俺はここで、まあ調子落としてるガンバを、なんていうか勝ち切ってほしいという、まあ、願いを込めて2対1の予想です。まあ、特定する人ちょっとまあ予想していきたいと思うんですけれども、むずいな。まあ小柏選手と、うん、金子選手で、俺も金子選手な気がする。ということで、まあ、得点者も、まあ、勝負ではないんですけれども、当たってくれたら嬉しいということで、試合の結果へ、はい、ということで試合終了しました。結果は、2対2の引き分けということで終わりました。まあ、今回は、僕の予想では、得点数が当たったということです。うん、2得点ね。2得点。で、今回僕は引き分け予想と失点予想が当たったので、こちらの方が貯金してくれます。際どい戦いだったね。いや、ありがとうございます。これで子供たちも刻一刻と景品獲得へ向かっております。うん、まあ、ということでね、予想スタメンの方も、全員正解ということで、こちらはもうね、余裕ですよね、ここまで来ると。でも、怪我人がちょっと多いから、ね、主力選手の。駒井選手とか、ルーカス・フェルナンデス選手とか。うん、まあ、なるほどね。まあ、だから、わかりやすいっちゃわかりやすいところもあるんですけどもね。次の予想では、100%。スタメンも、結果も、的中させるということで、また、次の予想も、バシバシと当てていきたいと思います。次節は川崎フロンターレホーム戦、はい、土曜日4月1日土曜日。結構期間空いてるんでね、うん、まあ期間空いた分なんか練習で向上してくれれば何目線いいですね。今のところなんぼだ、第5節までやって俺が1500円貯金。え、俺3500円。だって1回でしょ、当てた。あ、1回当てて1回フルで完璧に当てたでしょ、うん、で1回引き分けでしょ。それ以外俺全部外れてる。ありがとうございます。外れてるっていうか俺の方が遠いっていう。うん、そう、でも俺も当ててるわけじゃないから、ね、トータルで言うと3万5000円貯金だから、5000円か、2万6000円。
信だからね。やべえ、まだ10分の1じゃねえか。そうだよ。やべえ。まあ、全ては子供たちのためだと思って貯金してください。まあ、でもこっから、わからないからね。こっからもう全部勝つ可能性もあるわけだ。まあね、可能性としてはね。ということで、次の試合の結果も、楽しみに、皆さんで予想していきましょう。ということで、せーの。それでは、